はい、えー、今回はですね、えー、見込み客のニーズの見つけ方ですね、k i n d l e Amazon を使った見込み客のニーズの見つけ方についてお話していきます。ちょっと長くなるので、駆け足で説明したいと思うんですけど、まあ、ちょっと例として、僕のですね電子書籍、ユーデ m y に関する電子書籍があるので、まあ、それをですね例に見ていきたいと思います。でまあ、どこを見るかっていう話なんですけど、 こう下にスクロールしていってです、ね、ここですね、えー、この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしていますというところをですね、えー、見てほしいんですね。で、まあ、Udemy に関する電子書籍なので、Udemy に興味のある人が、まあ、どういうものに興味関心を持っているのかということを見ていくわけですけど、まあ、コンテンツビジネスとかオンライン講座とか、まあ、そういうものに興味があるというのはなんとなく分かりますよね。まあ、Udemy というのも結局オンラインスクールだったりとか、コンテンツビジネス。 と、まあ、ほぼ一緒なので、まあ、こういうものに興味関心があるんだなっていうのはわ、まあ、かるわけですよ。バーっと見ていって、えーまあ、やっぱりオンライン講座とかね、そういうものに興味がある人が多いですね。Kindle 出版にも興味があるんだなっていうふうにわかるんですけど、これはまあ僕の本なので、こっからここまで。で、こういうことが起こるっていうことはですね、あの、その著者ページから 飛んんでできてるる可能性があるんですよ、で見るところに。だからこれはおそらくその著者僕ですよねに興味があっていろいろ見てるからこういうのが出てくるわけですよっていうのはまあ n d l e に興味があるんだなってなんとなくまだね、まあ、理解はできるんですけどこれとかってユーデミーとあんまり関係ないと思うんですよお金のマインドセットだから普通に考えたら親和性がないんですねほとんど。 でもこういうものがここに表示されるっていうことはですね、お金のマインドセットに興味があるというよりは、その著者ページいろいろ見てたら、この電子書籍を開いたから、ここに表示されてる可能性が高いんですね。この後も出てきますけど、例えば、ポッドキャストとか、まあ、これもね、ちょっとあれですけど、っていうのは、まあ、言うでみると関係ないわけですよ。でも、それがこういうところに表示されてて、かつ自分の書籍ってことはですね、おそらく単純に著者ページから飛んできただけの可能性があるんですね。 こういう場合っていうのは、おそらく読者が著者に対してすごく興味、関心を示しているわけですよ。こんだけたくさん同じ著者の本がばーっと表示されているってことは、そのテーマだけじゃなくて、著者に興味のある人がま多いんだなっていうのは推測つくわけです。まあ、これは僕だけじゃなくて、他の人のページでも同じ著者の本が何個もですねここに表示されているってことは、その著者に対して興味、関心のある人がまたくさんいる、たくさんというかね、えー、何人かいるっていうね。 ことだと思うので、そういういところも分かるわけでですねでこれも見ていって、まあえー、コミュニティビジネスですね。まあ、オンラインサロンとかそういうもんですね、おそらく。まあ、キンコンテンツビジネス、Kindle、Kindle、まあの興味あるんだなっていうのこれもコンテンツビジネス、コンテンツビジネスですね。で、ここに音声配信っていうのが出てきたと思うんですけど、こういうものをちょっと拾っていくわけですね。今まではコンテンツビジネスとかオンラインサロン系の本ばっかりだったんですけど、ちょっと異色というか、 あれと思うんですね。うん、ユーデミーと音声配信って、まあ、コンテンツってくくり絵は一緒ですけどちょっと遠いと思うんですよ。でさっきのポッドキャストこれもまあ僕の本なんで表示されてるのかなっていうのもあるんですけどここにまあ音声配信の電子書籍が出てくるってことはおそらくですけどユーデミーに興味のある人は音声配信にも興味があるんだなっていうのがまあなんとなくこう想像がつくわけですね。 そういうところをいろいろ仮説を立てて、えー、見ていくわけですで。コンテンツビジネスとか、Kindle とかっていうあれですね。Kindle で、英語の勉強法。これなんかもう全く関係ないですよね、ユーデミード。にもかかわらず、こういうところに、ねえー、表示されてるってことですけど、これも僕の本なんで、おそらく著者ページから飛んできただけっていうね、えー、可能性がありますよね。 やっぱオンラインサロン、オンラインスクール、SEO、まあ、これも僕の本なんであれですけど、バーっと見てって、で、ここにまた音声配信が出てきましたね。だから多分、そのユーデミに興味のある人は、音声コンテンツにすごく、えー、興味関心が高いということが推測できるわけです。だから、えー、そういう、まあ、例えば、ポッドキャストとか、音声配信とか、そういうもののコンテンツを作れば、まあ、売れやすいのかなっていうのがわかるわけですよね。 こう見ていって、Kindle、ここならが出てきましたね。ここなら、オンラインスクール、マグ、あどうせこれなんかもう全く関係ないですよね。これも僕の本ですけど、うん、こういうのもちょっと、あれっていうふうにね、拾っていくわけですよ。で、バーっと見ていって、ここ、やっぱりちょっとね、若干違う本が出てきましたよね、えー。経営っていうものが出てきたんですけど、 経営の方に興味があるってことは、おそらく経営者とか、まあ、個人事業主とか社長とかね、そういう人たちがまあユーデミに興味がある。まあ、社長、雇われ社長は多分違うと思うんですけど、ちょっと個人事業主とかね、そういう人が u d e にやろうと思ってるのかな、みたいなことが若干推測できますよね。で、ここにまたオーディオコンテンツが出てきたので、おそらく、かなりそのユーデミに興味のある人は、かなりの高確率で音声コンテンツにも興味があるんだなっていうのが、 まあ、あとは Kindle、コンテンツビジネス、ノート、ノートも出てきましたね。みたいな感じで、こう、探っていくわけですけど、でこう一通り見終わったらですね、今これページ位置戻したんですけど、今度はですね、この先頭に表示されてる類似の、えー、自分の、例えば今回たユーデミーですけど、ユーデミーに、 親和性の高いですね、ものを開いていくわけです。まあ、言うてみはコンテンツビジネスと親和性が高いですから、この一番先頭に表示されているここを見ていくわけですね、ばっと。で、見ていったときにですね、まあ、こういうとこも見といてほしいんですけど、この商品を見た後に買っているのはってこれまあ、えー、本、はコンテンツビジネスですよね。コンテンツビジネスの本を買った人が、LINE に興味がある、もしくはノートに興味がある。まあ、これはコンテンツビジネスなんで、 この辺をね分かるかなと思うんですけどこういうとこも見ていきながらですね今度はここをまた見ていくわけですねバーッとコンテンツビジネスばっかりですよねここはずっとでまあコンテンツビジネスばっかりだなみたいなふうにこう見ていくわけですよ で、ここなら出てきましたね。ここなら、まあ、コンテンツビジネス、ここなら近いんで、なんとなくね、想像はつくとは思うんですけど、ちょっと変なのが出てきましたね。変なのって言ったら失礼ですけど、けど拡張するテレビって、あれと思うと思うんですけど、まあ、ここにコンテンツビジネスっていうですね、フレーズがあるからかなとも推測できるんですけど、でもテレビっていう風にタイトルに入ってるから、まあ、そのコンテンツを作って販売するっていう、 タイプのコンテンツとは若干違うイメージがあると思うんですよね、うん。実際にこの本ちょっとチェックしてみたんですけど、そのまあ動画コンテンツに関する本らしいんですよね。だからコンテンツ販売とはちょっと違うのかなっていうふうに思うわけですけど、でもこういうものに興味がある人がいる。つまり動画コンテンツに興味のある人がいるわけですよ。だから動画編集者とか、 ユーチューバーではないと思うんですけど、動画コンテンツを作って売りたい。だから文章とか音声ではなくて、動画に興味のある人なのかなみたいな風にちょっと推測ができますよね。バーッとこう見ていって、今度はライティングが出てきたんで、えー、ライティングが出てくるってことはおそらくフリーランスとか、個人事業主とか、 まあ自分の商品を持ってる人の可能性は高いんですよね、おそらく。っていう感じでずっとこう見ていくわけですよね。またライティングが出てきましたよね。ノート。これもライティングですよね。っていう感じで見ていくわけですよね。うん まあライティングとかそういうものが出てくるってことは、まあ、今回ちょっとノートが多かったんで、ひょっとしたらさっきの、ね、推測は若干ちょっとずれてるかもしれないですけど、文章系のコンテンツにすごく興味があるのかなとか、あるいはこう、えーまあ、自分の商品を持っていて、それをライティング、セールスライティングを学んで、 売りたいと思っている人要するにもうすでに自分のビジネスを持っているから企業済みの人とかそういう人がコンテンツビジネスをやろうと思っているのかなみたいなことを仮説を立てていくわけですね。でちょっと変わったのは出きたと思うんですけど筋トレ超初心者これに関してはおそらく全くその、えー、コンテンツビジネスとね関係がないのでこの人が書いている本じゃないですよねこれってだから著者から飛んできたわけでもないんですよ。うん でそういうときにですね、ちょっとこの、売れ筋ランキングを見るわけですね。3万5千だから、まあそんなに悪くはないんですけど、ここの順位が低いと、こういうちょっとね、え全然親和性のない本が大量に入ってる可能性があるんですよ。っていうのは、順位が低いってことは、まああんまり人に読まれてないわけですよね。ということは、例えば2、3人とかしか、 この、ね、ページをチェックしてない可能性もあるわけだから、そうするとその人がたまたまですね、こういう筋トレに興味があって、だからこういうのってすごく個人的じゃないですか。個人的にその人が興味あって、その人がこの筋トレの本を開いただけでここに表示されるみたいなことが起こるわけですよ。例えばこのページを見ている人が100人とか200人いれば、1人2人、ね、筋トレの本を見たとしても、こういうところに表示されることはないんですけど、そもそもこのページを訪問している人の数が少なければですね、1人とか2人しかもしかしたら見てなかったとした場合に、 その人が筋トレの本を見たら、ここに表示されちゃうんですね。だから、この順位が低ければ、こういうちょっと関係のない本が紛れ込む比率が高くなると思います。だから、この順位も一緒に見とく必要があるということですね。ちょっと長くなるんで、あのまあ、サクサクいきますけど、この本、これもまあオンライン講座ですよね。でバーッと見ていくんですけど、 ここもチェックしといてくださいね。オンラインスクール、オンラインスクール、オンラインスクール、コピーライター。ちょっとこれだけ若干ね、えー、違うなとかって見ていくわけですね。で、ここをまた、えー、このチェックしてますってところを見ていくわけですけど、オンラインスクール、今度もうオンラインスクールばっかりですね、うん。コンテンツビジネスっていうよりはもうオンラインスクールによってますよね。どっちかっていうと。で、ズームが出てきたなとか、オンラインスクール、オンラインセミナー、オンラインスクール。 うん、だからオンラインスクールに興味のある人はコンテンツビジネスにはあんまり興味がないなっていうのは分かるわけですね。こんだけもうオンラインスクールに寄ってるわけだから。うん、コンテンツビジネスって例えば音声とか文章とかそういうものも含むじゃないですかでもオンラインスクールって基本的にやっぱり動画だと思うんでやっぱりオンラインスクールに興味のある人はさっきのユーデミンも出てきてましたけどどっちかっていうとそっち系に興味がある。 そっちに寄ってんだなっていうのが分かるわけですね。バーっと見ていって、ズームとかやっぱり動画ですよね。動画教材とか、LINE、ズーム、主婦。これも教室ビジネスって書いてあるから、まあ、オンラインで言うならばオンラインスクールとかですね。おうち企業とか。で、これちょっと変わったのが入ってきましたよね。これもちょっと見ていって。 1>, で順位1万7000だからさっきよりいいですよね。だから結構まあ読まれてる方だとは思うんですけど、まあ、なんでこんなのが入ってきてるんだろうなっていうところを見ていくと、この本に関して言えばですね、おそらく、これ女性が書いた本だと思うんですね、やっぱりこう、ここにまあこう女性のパッケージとかが出てる本が、この、これも主婦って出てますね。 これがこの関連商品として表示されてるってことは、おそらくこのページを見てる人は女性なんだろうなっていうのが推測がつくから、こういう子育てとかの本が紛れてるわけですよね。こういうまあカラーコンサルタントとかって、これも女性が好きそうじゃないですか。バーッと見ていって、ズーム、講座、企業とかね。 願望達成とかちょっと離れたテーマが出てきましたね。電子書籍。こういうところも見ていくわけです。これ潜在意識とか、女性はやっぱり、ね、こうあのスピリチュアル系のものが好きなので潜在意識とかありますし、あとこれね、企業女性もドンピシャですよね。やっぱりね起業したい女性とかっていう。 人たちがこのページを見てるんだなっていうのが分かるわけです。だからオンラインスクールに興味のある人、まあ、このページだけかもしれないですけど、女性が多いのかなとかっていうところも、まあ仮説の一つとして立てれるわけですよね。だからオンラインスクールっていうふうに出すのか、コンテンツビジネスっていうふうに出すのかで、これだけこう偏りが出るわけですよ。これはオンラインスクールで、こっちはコンテンツビジネスじゃないですか。 さっきと全然ラインナップが違いましたよね。オンラインスクールもコンテンツビジネスも同じといえば同じなんですけど、打ち出し方によってこういうね、関連商品が全然こう変わってくると思うんですよ。だからどっちで打ち出していけばいいのかっていうところもですね、見ていくわけですね。これもうほとんどオンラインスクじゃあコンテンツビジネスばっかりですよね。ノート、ツイッター、ここなら、コンテンツ、コンテンツ、コンテンツ、ライティング出てきましたね。リストマーケティング。 シンドル、ノート、ね、ブログがここは入ってきてるんで、ブログ系に興味がある人が多い。ランディングページ、行動心理マーケティングとかね、これちょっと、あの、なんていうんですか、若干遠めのものを拾っていくと、まあ、どういうものに興味があるのかっていうのが見えてくるわけですね。これも順位はないんですかね。 2万4000円だから、まあそこまで悪くないですよね。っていう感じで、ちょっと見ていきます。これまあオンラインスクールですよね。ああト。えー、っと、この後に買ってんのはこういう商品で。オンラインスクール、オンラインスクール、オンラインスクール。やっぱりオンラインスクールってタイトルをつけると、コンテンツビジネスじゃなくて、やっぱりオンラインスクールっていうものを にやっぱり興味関心を示すというところが分かりますよね。だからどういうタイトルをつけるのかってすごく大事だと思うんですけど、そういうところでタイトルの付け方とかもね、参考になるかなと思いますよね。ばーっと見ていって、うん。これの本は、これも女性ですね。だからやっぱこういう女性のパッケージの 本が出てきてんだなっていうのが推測できますよね。うん。でバーっとこう見ていくわけですね。やっぱり動画とかオンラインスクールとかっていうところに興味があるんだなっていうのがわかりますね。でこれもちょっといろいろ見てきたら長くなるんで飛ばしますけど、こうバーっと見ていって、で例えばですね。 この本とか、これもコンテンツビジネスじゃないですか。で、企業の形とかで出てますけど、で、これはですね、順位を見ると4桁、ね、だから今までの本の中で一番まあ読まれている、買われている本だと思うんですけども。ということは、たくさんの人がこのページを見てる可能性が高いわけですよね。 ということは、より一層、なんていうんですか、ばらつきが出ないというか、かさっきの順位が低い本とかだったら、1人、2人が、ねえー、読んだ本もここに表示されている可能性が高いわけですけど、例えば10人、20人、30人という人たちがこうページを訪問したりしてるっていうことはです、ね、そういうまあすごく極端なばらつきは出ないと思うんすある程度、共通性が出てきたりとか。 っていうところが出てくると思うんで、よりこういう順位の高めの本とかを見ると、参考になるかなって思うんですね、うん。順位が低い本のこの関連書籍っていうのは、たまたまここに出てきてるっていうだけの可能性もあるんですけど、順位が高いものはたまたまってことは基本的にないんで、こういうものを見ていくわけですね。コンテンツ、コンテンツ、ランディングページ、企業、ブログ、コンテンツだったら企業、 これ見てると分かるんですけど企業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 ですよねだからやっぱ企業に興味があるわけですよだからこの、えー、まあラインナップから推測できるのはコンテンツビジネスに興味のある人はひょっとしたら企業に興味があるんじゃないかみたいなふうに思うわけですねだから起業したい人向けの、ね、コンテンツを作ると受けるなと あるいは特典として起業するためのなんちゃらみたいな特典をつけると喜ばれるなとかっていうところが見えてくるわけですね。だから起業したいっていうふうに考えているってことはそらくサラリーマンです。サラリーマンだから、まあ、公務員の人は分かんないですけど今雇われて何かしてる人ですよね。もう起業済みの人は起業の本って基本的に読まないと思うんでこういう起業系のしかもまあ初心者向けのですねものが出てくるっていうことはサラリーマンの人 かつ、企業意識のある人ですね。副業としてお小遣い稼ぎでコンテンツビジネスをやりたいんじゃなくて、まあ、コンテンツビジネス何なりで、起業できるレベルまで稼ぎたいと思っている人、独立企業を目指している人っていうのが、ターゲットとして、えー、いるっていうのがわかりますよね。企業、やっぱ企業ばっかりですね。この大人の週末企業っていうのは、やっぱりサラリーマンですね。まさに。企業、企業、コンテンツ、 企業やっぱ企業が多いですね、ほら、企業ばっかりじゃないですか、これ。っていうので、あ、企業に興味関心があるんだなっていうのは分かるわけですよ。オンラインコンテンツ、オンライン、えー、ビジネスとか、オンラインビジネスっていうか、そのコンテンツビジネスですね。コンテンツビジネスと企業って、ちょっと遠いと思う。遠いっていうか、まあ、なんか、直接的に関係はしてないと思うんですね。 まあ企業願望のある人はコンテンツに興味があるのかなとかってただこれちょっとタイトルにね企業って入ってるんで単純に企業で検索した人がこの本をたまたま見ただけの可能性もあるんですけどそういうところも踏まえながらいろいろこう見ていくわけですよねだからやっぱこう企業に興味関心のある人がコンテンツビジネスをやろうとしてるのかなみたいな感じで また音声コンテンツが出てきましたね。このスタンド FM というのは音声のプラットフォームなんで、うん。音声コンテンツにも興味があるというのは分かりますよね。やっぱり企業ですよね。おそらくサラリーマンの人たちじゃないかな、みたいなふうに分かるわけですね。じゃあサラリーマンの人たちは、 どういうことに興味関心があるんだろうってのを調べるんだったら、こういう今度は企業の方に飛んでいくわけですよ。企業の本にこう、今いっぱい出てますね。こういうものに片っ端から見ていくと、じゃあ起業したいって思っている人は何に興味があるんだろうっていうのは、どん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 こう、深く掘っていけるんですよね。今回はちょっと時間かかるんでやらないですけど、ねえー、サラリーマンの人がじゃあこういうコンテンツビジネスに興味があって、企業に企業願望があると分かったとしたら、じゃあさらに深掘りしていくためには、この企業の本を 本に出てるものでいいんで、バーっと見ていくと、今度はじゃあ、企業に興味のある人は何に興味があるのか、どういうものを知りたいと思っているのかっていうのが分かるわけです。でそういうふうにこう深く掘っていくと、まあ、いろんなニーズがね、えー、こう分かるようになってくるわけですね。まあ、Amazon は本当にね、こういう AI のデータ解析というか、すごく優れてるので、この機能を使わない手はないですから、Amazon が、ね、データを収集してくれて、 わざわざこういうところにですね、こういうものを表示してくれてるわけなので、これをまあリサーチに生かすってことですね。そうすると、見込み客がどういうものを欲しがってるのかっていうのがね、なんとなく分かってくると思うので、ぜ、ま、ひ、あ、リサーチをする際はですね、自分の本である必要はないんですよ。今回はまあたまたま僕の本からスタートしましたけど、例えば自分が起業に関する本を書きたいと思ったら、他人の本で構わないんで、他人の起業の本を開いて、このね、 この欄ですね、ここをばーっと見ていって今みたいな感じで同じテーマの本をばーっと、ねえー、見ていくと共通点とか、えー、っていうところが見えてきたりとかするわけですねで。そこで仮説を立てて推測をしてっていう、まあ、ワークというかエクササイズをすることによっていろんなこうニーズとかが見えてくるっていうねそういうものがこう見極める能力が磨か,かれるので、まあ、ぜひ Kindle、えー、ですね。Kindle、まあ、じゃなくてもいいですか本とか、 という部分でこういうところをですね、いろいろリサーチしてみてほしいと思います。